きます。 WBA バクテロ会はうんな会ということで発表していきたいと思います。はい、最初に自己紹介をします。僕松岡優馬って言います。法政大学理工学部の知的情報処理研究室というところの研究室で、所属をしていて、今学部4年生になります。で、普通の大学生な、感じなんですけど、最近はそのちゃんとしっかり研究もしていて、今やっているのはディープラーニングを使った画像認識の研究をしています。っていうのも、例えば今その最初に話があった白木さんとかって言っても、今人工知能っていうか、その何ですかね、機械学習を使ってものを予測するのって少し精度が上がってきてるんですけど、すごいノイズが少なくて、すごいデータ量が多いものに対しては、人間を超えるような精度が出ているっていうのは言われているんですけど、実際データを集めるってすごい大変だと思うので、データが少ない場合にどうやってこうデータを効率的に教師ラベルを集めて、その学習するための綺麗なデータセットを作るかっていうところを問題意識を持って、この反響処理学習とか、そういうところのモチベーションを使ってこう、その教師データの生成、そこに着目して研究を行っています。で、この前も少し学会発表してきました。今も頑張ってこう新築を出そうと思ってるんですけど、白木さんの言ったように、そのうまく学習しなくて結局出ないっていうところですごい焦ってるんですけど、学習させているからね、可愛い子供だと思ってしっかりこう頑張って学習をとっています。で、趣味は旅行とボイパーっていうことで、前回僕発表した、ここで発表した時のボイパーを披露したんで、せっかくなんでちょっとその進捗っていうところを見せたいと思います。うまくなりましたかね。あれやべえ、ちょっとじゃあ次回でちょっと練習してみます。そこはじゃあ持って帰らせていただきます。という感じの、こういうこともやっていたりとか、最近燻製を作るのが好き で、その研究室のメンバー、その知的情報処理研究室のメンバーでみんなで集まって燻製作って、美味しい各地の学会で買ってきて、鍋島を買ってきたんですけど、日本酒を片手にこういいねとか、コンピューター頑張って GPU で学習してる間も僕たちはこう楽しんでこうお酒を飲んだりする、そんな生活を行っています。普通の学生です。はい、そんな感じ でいきなり、ここになんで僕がいるのかってことなんですけど、その今日いらっしゃらないんですけど、今回企画をしていた芦原さんっていう人が、松岡そういえばニコ生勉強会、若手の会で大きくやってるニコ生の勉強会から1年ぐらい経つけど元気してんのって言われて、いやすごいあの経験良かったです、それが基づいて今すごいこういい感じで研究もできていますって言ったら、じゃあそれせっかくだから、その若手の会に今から新しく参加してくれる学生の方とかにもこうそのアウトプットで共有できたらいいんじゃないかな、それが身のためになるんじゃないかなって話してくれよって言われたので発表します。で、ここにいる社会人の方からしたら、若手の会に、1年ぐらいいる学生は、こういうことを身につけてるんじゃないかとか、でこれから、新しく帰ってきた学生からすると、こういうことがこう学べるんじゃないかとかっていうのを、軽くこう、聞いてもらえるといいかと思って、話していきます。で、その例の1年前のニコの勉強会っていうことなんですけど、僕たちは定期的にその1人の学生がすごいこう頑張って勉強して、自分の専門分野以外のところが多いんですけど、一つの分野について深く勉強していて、それを、ニコニコ生放送のがこう生放送されている前で2時間プレゼンをします。で、その時僕が200枚以上のスライドを用意してこう頑張って、その時話した内容は脳の会話について話しました。で、脳の会話っていうのは、その人間ディープラーニングとかっていうのはすごいこう学習させて長期記憶のように記憶をしていくことで、こうしっかりこう暗記してもう受け答えができるみたいなことに対して、学習時間がかかるっていう問題点があるので、その点を解決するために、会話、脳の会話のような知見っていうところがうまく使えないかっていうところを模索するような話をしました。で、これはしっかりなんとかやり遂げたなと個人的には思ってるんですけど、この時人生2度目の人前での発表ということで、すごい経験が少なくてすごい苦労しました。っていうのも、その例えば準備するときって言ったら、その100枚ぐらいとりあえずスライドを作って持ってったら、そしたらもうとりあえずその100枚はとりあえず削除して一から作り直そうって言って、それ草津温泉で行きの車の中で言われて、一緒に草津で合宿したんですけど、で、そのそこからこの写真の右側2つ見てももらえば分かると思うんですけど、特に右側の上のやつなんて、僕はパソコンの前向かってずっとこう確かにスライド作ってない、他の人はもうワイワイこう温泉いいよねって思いながら言ってたんで、もう本当生殺しっていうか、そういう感じでもうすごいずっと作ってました。それでも間に合わなくて、僕はすごいその時普通の学生っていうのも何もしてなくて、普通にこう大学生として単位を取ってきただけだと不十分だったので、その点でそのいろんな優秀な先輩からこう勉強していきました。で、その普通にこういう昼間に会議室を借りて、そちらで作るだけで間に合わなくて、もうそこからそのまま、じゃあこの後寝カフェとかカラオケに行って朝までやるぞとかって言って、この実際の発表の前日の夜ももう朝までずっとねカラオケでやってましたね。歌とか歌うような人がいる中、僕は一つの人がいるので、スライド作ってやべえ明日だ、あと12時間だとか言いながら、そういう感じでこうみんなすごいこう
ね、すごいアウトプットしてくれるから僕もすごい頑張らないとなと思ってすごい頑張っていきました。で結果的にはなんとか成功することができました。そしてそんなにすごい頑張ってニコラムの勉強会で学んだことっていうのはこう、まあ、一番その勉強会で大きかったのは自分みんなに自分の主張を伝えるってすごい難しいことだなっていうことでした。でその今日いらっしゃるね芦原さんっていうことがすごいいいこと言ってたのはそのプレゼンっていうのはその自分の主張を伝えることだからそれに余るような意見を載せてても理解を促すことができないし逆に足りないと不十分で理解もしてもらえないからそのスタートとゴールまでの間で最短距離を行くことがすごい大事だっていうことを学んでいて、いやそれすごい重要だなと思って今回もできてるか分かんないですけど、まあ、そういう話っていうのを、まあ、一つ、まあ、自分の中の中心のコアの一つとして学びました。そして見やすいスライドの使い方、スライドっていうのは自分の意見を伝えることであるのでその相手がどれぐらい見やすいか自分が中心になってスライドを作るんじゃなくて見た人が後で例えば参照しやすいように例えば論文の参考文献を下に入れておくとか例えばスライド番号があった後の例えば質疑応答ですごいこう例えば6ページについて答えたいんですけどとかっていうふうに普通の学生だとやっぱそういうところってやっぱ注意されにくいところがあるかなとかって思うんですけど、まあそのまあね、優秀なこう歴戦を戦い抜いてきた人たちが指導してくれることでそのなんていうんですかねこう人前で喋ることにも慣れたりしてそういうことも学びました。そして僕が一番のこの中で原因だったなとすごい困ったことで一番の原因だったなって思うのはそのスライド100枚作って100捨ててってやってそれで大体500枚とか400枚とかもうそのすごいもう本当捨てる数やむほどあったんですけどその一番の原因はその一緒のチームでものを作るときにちゃんとこういう方向でこういうものを作るぞっていう話をしてないと結局自分が作ってきたのもその方向性と違ったら全部やっぱ捨ててやり直しになったりするのでやっぱり最初にしっかりとこの方向で行くぞとこの場であなたが喋るっていうことはこういう内容喋ってほしいっていうことなんだからその認識をしっかりみんなで共有した上で作っていくそういうふうなそのなんですかビジョンをしっかり共有するっていうところが一番僕の中で勉強になりました。そして最後そしてこの若手の会っていうのはこう信頼できる仲間っていうのがすごいいてこの仲間をしっかり巻き込んでいってもう一緒に死ぬぞぐらいのつもりでこう頑張っていくっていうことが重要なんだなっていうことが学びました。この時は記念撮影の笑顔なんですけどもあとも顔死んでもういやもうスライドいいわって思いながらやってました。この4人でそうですね基本的には僕は今回ニコラム勉強会を作っていきました。でその後1年間その芦原さんがこう学んだことをこれから学んでそれから1年間どうしてきたのか言われたのでそのことについて話すとその頑張ってくれると応援してくれる人がいるっていうのはこの若手の彼ですごい気づきました。例えば一緒にニコ生の勉強会でスライドを作っていきたいから場所が欲しいどうしても一緒にできる場所が欲しいって言ったら企業の方がじゃあうちを提供してあげるよって言ったりとか例えばその論文を出したい論文を出したいしたらじゃあこういう論文あるよとかすごい頑張ってる結果出したら教えてくれたりとかそうやって頑張ってくれると若手の会にはすごい応援してくれる大人たちそして学生優秀な学生たちそういう人が集まってるんだなってことは気づきました。そして自分の中のテニスボールを見つけた。このテニスボールっていうのはそのこのドロップボックスの創始者のドリュー・ヒューストンって人が語ってたことなんですけどその例えば犬が目の前にいるとして犬と遊ぶって考えた時に目の前手にゴルフボールじゃなくてテニスボールを持ってるとこう犬っていうのはこうもうそのボールを見るだけですごい興奮してこうもうみたいな感じするわけですよね。でそのボールをさらに投げると犬はもう一心不乱にそのボールに向かって走っていきます。そういうもの人間でいうその犬のゴルフボールテニスボールみたいなものを見つけられるとすごい人生幸せなんじゃないかなっていう言葉がありました。で僕も実際この1年間でこう若手の会をこう活動していく中でそのこの前ちょうど就職活動っていうところがあったんですけどその中でやっぱりテニスボールは何なのかなってもすごい考えました。で考えた時に一番その自分の中で大きかったのはそのちょうど僕の周りにテニスボールを持ってる人がいたんですよ。そのテニスボールの名前は人工知能の研究っていうボールがあってなんだかんだ僕はそれに向かって、まあ、一直線になるのが一番幸せなんじゃないかなと思って結局その、まあ、本当は少しエンジニアになろうかなとかって思った時期もあったんですけど修士大学院そして研究者っていう道を歩むために大学院って道を決めることができました。それもこの若手の会に関わることでそのゴルフボールそのテニスボールを見つけるきっかけっていう意味ではいろんなことを気づきました。で今回その僕の進路もこの若手の会で気づいたことの一つかなってことは思います。そしてこの1年間で若手の会でこう活動していくとこう周りの人たちがこれやりたいとかもすごいこう主体的な人ばっかりで自分もなんか意見を通そうと思うと自分もどんどんやらないとこうなんていうんですか全部隠されちゃってもう活動する場がないんですよね。そういう時にどんどんやろうとかって思っているとその他の例えば団体に行ったりした時とかインターンシップ企業のインターンシップに行った時他の全然関係ない学生が集まってくるんですけどそうなった時になんでみんな全然自分の意見を言わないんだとかなんでこれやろうと思わないんだとかって
すごい僕がなんかもう変人かな、まあ、変人かもしれないんですけど、まあその変人かなって思うような体験をしたんですよね。逆に言えばそのよく企業の人たちはその主体的な人が欲しいとかってすごい言うんですけど、若手の会ってなんかそれが普通になってて、そういう団体って結構あんなに珍しいんじゃないかなとかって考えることに、考えることもありましたっていうふうに、多くのことをこの1年間で気づきました。こう、まあ、まとめてみると、その僕にとって WA 若手の会は気づきの場でした。僕が現在どういうレベルにいて、どういうことをやろうと思っているのか、いろんな人生について大切なことも気づくことができました。それが僕にとっての若手の会です。じゃあ他の人にとって若手の会はどんな場なのかっていうのを、まあ、ちょっと気になったのでこう調べようかなと思ったら、そしたらこう僕たちの立松さんが作ってくれた PV が ここで見てみると、そのうまくわかるんじゃないかなっていうことで再生したいと思います。どんな場なんですかね。これは共有すればいいのか、複製な。はい、じゃあ行きます。すみません、取り直して、
ていう感じ の, その PV で、そうですね、川村さん作っていつも作ってくださったりしてます。まあ、で、まあ、この、まあ、あの PV を借りると、どうしようかな。はい、やばいやばいやばい、なくてきてます。喋り出した。あ、そうですね、これもちょっと面白いですよ。これも面白いので、後でよかったら見てください。はい、で、戻らなきゃどこ行ったんだろう。そうですね。で、まあ、今そのそうですね。今その大沢さんと副代表の酒井さん、酒井さんとあと島田さんに語っていただいた内容をうまく、まあ、簡単にまとめると、まあ、島田さん、あ、大沢さんとかは人間と AI と共生する未来を僕たちで作っていきたい。そして、まあ、そうですね。酒井さんからすれば、まあ、多様な人材をつなぐ場にしたい。そして、まあ、最後島田さんは人に優しく便利な世界をこう実現、みんなでしていきたいな、機械を使って、まあ、実現していきたいなっていうのを言ってくださいました。で、これから僕個人としてはみんなが主役でみんなで作る AI の若手の、あ、作る WA 若手の会をこうなんていうか、これからも続けていきたいなと思います。っていうのも、その例えばシンギュラリティって言葉を一つ語られるんですけど、その人間の知能を超えるあの状態、技術的特異点っていうシンギュラリティが2045年来るんじゃないかと言われています。例えば2045年っていう、こう時間を想像したときに、僕が例えば23ぐらいなんですけど、そして45って言ったら30年ぐらい、20年から30年先なんですよね。そうなったら僕はもう若手って言ってられない年になると思うんですよ。例えば今で言う、例えば、ドワングの人工知能研究所の、山川さんとか、多分 それぐらいの年かなと思うんですけど、そうなった時に次の世代が来ないと困るのは僕たちだ。今そう人材不足だって言われているように、僕たちも多分困ると思うんですよね。そうなった時に僕たちはこれ今のうちにこうどんどん次に一緒に勉強していける仲間を作っていって、こう持続可能な若手の会っていうのを作る必要があると思います。これが僕の願いであります。で、特に思うのはそうですね、その今さっき話したように、こう 僕が学んだようなその気づきとか、そういう点っていうのもこれから次の人に伝えていく必要がありますし、こう今までこういう研究されてきたんだっていう話もあるから、じゃあこういう研究が面白いんじゃないか、こういう僕たちを勉強してきたんだから、こういうのが面白いんじゃないかっていうふうに、こう若手の会に対してこれからもどんどんこう新たな、何て言うんですかね、切り口でこうどんどんこう人工知能実現に向けてこう勉強化していくべきじゃないかなっていうのは思います。そして、まあ個人的な願いとしては、 WBI ので、WA 若手の会はその、まあ、新たに来た人にとって何か一つ気づく、何か一つこう来て持って帰れるような会にしていけたらいいんじゃないかなと思います。これがこれから僕が若手の会にこう望むところ、僕がしていきたいと思うことになります。そうで、最終的にまとめると、こう僕にとっては若手の会は気づきの場でした。皆さんにとっては WA 若手の会はどんな場でしょうか。この後の懇親会で皆さんと話せることを願ってます。ということで、以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、何か質問がある方がいらっしゃれば、じゃあ考えます。はい、素晴らしい講演ありがとうございました。はい、今後、はい、まあ、若手の方をどんどんその若手の会に、はい、引き入れていかなきゃいけないんですけど、はい、なんか今いろいろと活動されている中で、はい、なんか成功体験というか、これがあったからみんな優秀な人が来てくれてるんで、なんかこういうことを思ってやっていきたいみたいな。そうですね、なんか今まで結構優秀な方が集まってきたのは、例えば大沢さんたち、まあ、僕の1個前の世代だと思ってるんですけど、この人たちがやってたのはすごいこう、なんていうんですかね、まあ、もうそのマニアックなとこからの勉強会をすごいやってきたと思うんですけど、さらにこう、なんていうんですかね、僕たちに興味を持ってくれる人たちを増やすためには、僕がやりたいなと思うのは、例えばその企業との関連性を強めることだと思うんですよね。例えばそうアディッシュさんが やってたら、あ、このもしかこの企業がスポンサーにいるから、じゃあもしかしたらあのこう一緒にこう、例えば僕の就職したかった企業とこう、あ、なんていうコネクトができるんじゃないかとかっていう興味の持ち方でもいいから、とりあえず僕たちに集まってくれる分母を増やす必要があるかなと思うので、僕はそのいろんな企業のところに行って、まあ、こういう活動をしています。で、こういう未来を作ろうと思っているので、もしよかったらこれからもパートナーシップを結んでここがやっていきませんかっていうことをアピールして活動しています。なので、まあ、企業と そのコネクションを作るってことが僕のこれからやっていくことかなと思って、今までもやってきましたし、これからもやっていきたいなと思っています。ありがとうございました。はい、先ほど人工知能に興味がある、はい、まあ、自分のテニスボールを見つけたっていうことで、はい、話していただいたと思います。はい、なんか結構まあ人工知能に関わる分野ってすごい広くて、はい、なんかまあどれもこれも楽しいみたいなのがやっぱりあると思うんですけど、はい、なんか特にこの領域、このいった、うん、まあ、特にこの領域とか、はい、まあ、こういったポイントに対してものすごい注力も注いでいきたいとか、はい、興味があるみたいなのがあれば。
そうですね、なんか僕の性格で言えば人工あのテニスボールっていうのはその、まあ、僕はその高機動隊じゃないんですけど、僕が好きなアニメが一つあって、それがサイコパスってアニメで、それってその人が犯罪しそうかしそうじゃないかっていうのをそのあれなんですよね、そのあのコンピュー人工知能が判断するで、まあ、その世の中を、まあ、そういう社会コミュニティを作るっていう、まあ、アニメで、それに向かって立ち向かうアニメなんですけど、僕すごいそれに感動して、で今ちょうどやっている専攻が画像分野なので、その人工知能の画像分野を使って、今ちょうど友達知り合いの人が研究しているのが、人がイケメンかイケメンじゃないかっていうのを定量化して、まあ、0か1かっていう、例えばてかもしくは 100の尺度かでやったりするんですよね。それができるんだったら犯罪しやすい人かしにくい人かっていうのは、もしかしたらその研究が進めができるかもしれないと、まあ、ちょっと思ったので、僕が目指す、まあ、僕が関わる AI テニスボールっていう部分では、画像認識っていう部分に対して、その人がまあどうかっていう、その人が言葉で表せないような部分を定量化していくっていうところを、こうまあ個人的にはテニスボールとしてこれから頑張っていきたいなと思っています。他に何かありますか？今でなくてもこの後この瞬間、そうですね、ここでもよかったら皆さん、そうですね、こういう場にしていきたいとか、もうどんどんやっていきましょう。そういうじゃないとやっぱり、その例えばあの日本人工知能学会ってすごい人数が多くて、アメリカ そのトリプル AI 学会も多いとかって話を聞いたんですけど、でも実際主体的に動く人がいないと、それって人数として数えられないと思うんですよね。だからみんな一人一人が、まあ、全然意見は違ってもいいと思うので、まあ、こういうふうにしたいっていう意見を持ってこう、まあ、やっていきたいなと思うんで、まあ、一緒に頑張っていきましょうということで、はいはい、これで今日予定